キャンピピです。ご視聴いただきありがとうございます。アランウェイエピソード3の続きやっていきます。この前は警察に追いかけられて山道逃げて、で今ここにたどり着いてます。スタート。こりゃねえぜ、いけねえぜ、こんなの勝てねえぜ、絶対無理やって。これそりゃやられるわなあ。いかで、なんでここで大きい機械出すんや。危ないですよ。どんだけ運転技術ええねん。もうか。な、何よ何よ。あ、危ない。どんだけよ。一体。もう卑怯やわ、そんな大型トラック乗るらって。え、やった。やったか？よし。ここでやられるわけにはいかんの！もうやめてよ、斧とか、危ないよ。もう来いよ、来いよ。落ち着け。ここで死んだら一からやり直しや。危ない！危ないけど、なんとか行ったと。でかかったわ、敵が。何音か。ロックしとこよ、車。ようやく夜が明けた。炭鉱での待ち合わせまであと数時間だった。炭鉱まであと一息だった。車で行こうぜ。直接会える。何があろうと必ずアリスを取り戻す。俺は追い詰められていた。少しずつ俺は原稿に書かれたことが現実になるという事態を信じ始めていた。その物語は俺をますます暗い水底へと引きずり込んでいった。アリスはさらわれ、おそらくバリーは拘留され、俺は FBI に追われている。世界が闇の力に支配され、俺を滅ぼそうとしている。もしかしたら全ては狂気の兆しなのではないかと思えた。約束の正午にはまだ早かった。今は博物館になっている炭鉱に人影はなかった。人影なし。よも、それまで小さな集落に過ぎなかったブライトフォールズが正式に町となったのは、ブライトフォールズ炭鉱社が設立され、
ブライトホールズ炭鉱開業した1878年のことである。過酷で危険な採掘作業にはドイツ、ポーランド、イタリア、フィンランド、スウェーデンなどからの移民が主に従事したらしいです。外は危険だった。警察が俺を探しているはずだ。強い日差しに室内はサウナのようだった。待っている間、さまざまな筋書きが頭をよぎった。アリスを取り戻す自分、または考えたくもない恐ろしい結末。アリスの生死、それさえも定かではなかった。くそ！わらをもすがる思いだったが、全て無駄だった。奴は現れなかった。ついにここまでたどり着いた。書くこと以外は全て苦痛だ。ひどく気分が悪いが、なんとか絵画に降りた。棚の箱に詰まった全員の著作を手に取り、朦朧とする頭でいくつか読んでみた。彼は詩人だった。そこには魔法の湖で奇跡を呼び起こすクリエイターやミューズたち、神々や夢や悪魔の王国、そして人間になりすまして機械を狙う魔物たちが歌われていた。全員は自らのことも書いていた。闇に取り憑かれた恋人や湖に対する恐怖についてだ。彼にとって湖とは邪悪な存在が潜む。アランは精神の中をさまようやんか、自分の。彼のアイデアを俺の物語に取り入れよう。これはいける。休まる暇がありませんで。とても怖いですで。誘拐犯からの催促だった。間違いだらけの稚拙なメッセージから奴の焦りが感じられた。何を焦ってるのよ。でもアランが書いた小説やったら結果はわかるよね。一体どこへ向かうの？アリスどこにおるのよ？コールドロンレイクが見えた。島とキャビンがあったあたりにはポツンと明かりが浮かんでいるだけだった。おそらくボートだろう。遠いぞ。あそこまで行くの遠いぞ。
いよいよだった。流行る気持ちと恐怖がせめぎ合っていた。おい、ここだ、今行く。エピソード3完了。はい、今日はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。ヤンピピでした。バイビー。めちゃめちゃ面白くなってきたね。バイビー。